18世紀に作られたと見られる有田焼有田焼は、佐賀県有田町を中心に焼かれる時期である。その積み出しが、今万里港からなされていたことにより、伊万里や伊万里焼とも呼ばれる。泉山陶石、天草陶石などを原料としているが、時期の種類によって使い分けている。作品は製造時期、洋式などにより、初期伊万里、黒谷様式、柿門様式、 金乱種などに大別される。また、これらとは別系統の献上用の極上品のみを焼いた作品があり、汎用で、鍋島版のものを鍋島様式、皇室に収められたものを金利様式と呼んでいる。江戸時代後期に各地で磁気生産が始まるまで、有田は日本国内で唯一、長期にわたって磁気の生産を続けていた。 1977年10月14日に、経済産業大臣指定伝統工芸品に指定。JR 佐世保線有田駅帯乗有田駅間の沿線から、煙突の立ち並ぶ風景が見られる。近世初期以来、有田、三河内、ハサミなどで焼かれた、被膳の時期は、江戸時代には積み出し、港の名を取って、イマリと呼ばれていた。また英語での故障もイマリ、 が、一般的である。寛永15年の、毛吹草には、唐津いまりの焼き物とあり、唐津は土物、いまりは石物を指すと考えられている。明治以降、輸送手段が船から鉄道等の陸上交通へ移るにつれ、有田地区の製品を、有田焼き、伊万里地区の製品を、伊万里焼きと区別するようになった。有田を含む非前時期全般を指す名称としては、 イマリアキが使用されている。計22センチメートルの染付中皿。18世紀中後期の量産品秘伝時期の肖像は17世紀初期の1610年代から始まった。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、有田を含む秘伝の領主であった、鍋島直重に同行してきた投稿たちの一人乗り、三平は六百十六年に有田東部の泉山で、 白磁港を発見し、近くの上城側に天狗国曜を開き日本初の白磁を焼いたとされ、有田焼の祖である。李三平は日本名を神奈川三平と称し、有田町流戦時の過去町などにも記載されている実在の人物である。有田町では李三平を当祖として尊重し祭人とする須山神社もある。有田は小山に囲まれた盆地にあり、 この、泉山の白磁港はもともとは、茶褐色の火山性の流門岩で、それが近くの英山の噴火で蓋をされて、長い時間をかけて、温泉効果で白色に変わり、変質流門岩化災岩と呼ばれている。この岩石を盆地に流れ込む小川に水車を応用して、細かく砕き凍土として、また坂を利用して、上り釜を作りやすかったという。 近年の学術調査の進展によって、有田東部の天狗国用の海洋よりも早い1610年代前半から西部の天神森用、昇降用などで磁気製造が始まっていたことが明らかになっている。この頃の有田では当時日本に輸入されていた中国、慶徳鎮の磁気の作風に影響を受けた染付磁気を作っていた。染付は中国の聖火と 道着で、白地に、藍色一色で図柄を表した時期である。時期の生地に、コバルト系の絵の具である、ゴスで図柄を描き、その後有薬をかけて肖像する。当時の有田では、釜の中で生地を重ねる、ネズミの道具として、朝鮮半島と同じ砂を用いており、態度を用いる中国とは明らかに手法が違うことから、焼成技術は、朝鮮系のものとされる。 一方で17世紀の朝鮮ではもっぱら白磁が製造され、染め付けや色絵の技法は発達していなかったため、図柄は中国製品に学んだと考えられ、絵の具のゴスも中国人から入手したものと考えられている。1637年に、鍋島藩は、今里有田地区の釜場の統合、整理を完工し、多くの統合を廃業させて、釜場を、 有田の13箇所に限定した。こうして、有田皿山が形成された。この頃までの有田焼を、美術史、陶芸史ではしばしば初期イマ里と称する。陶石を生成する技術が未発達だったことから、鉄分の粒子が、表面に、黒茶の染み様となって現れていること。素焼きを行わないまま釉薬がけをして、焼成するため柔らかな優調であること。 形態的には6寸から7寸程度の大皿が多く、皿系と高台系の比がほぼ3対1の、いわゆる3分の1高台が多いことが特徴である。その後1640年代に中国人投稿によって技術革新が行われ、一時焼成の後に上絵付けを行う色絵時期が生産されるようになった。伝製品の特谷様式と呼ばれる青、木。 緑などを基調とした作品群は、かつては、加賀国九谷の産とされていたが、20世紀後半以降の鎌跡の調査により、この時期の有田で焼かれた初期色絵がほとんどを占めることが分かっている。ただし従来言われていた、加賀国での生産も、1650年代から20年間ほどごく、小規模に行われていた。なお、ほぼ同時期には、有田の技術をもとに、 ビンゴ福山藩で姫谷焼きの時期が20年間ほど生産されていた。色絵二つき大壺17世紀後半1660年代から生産が始まった、いわゆる柿絵文様式の時期は、煮干しでと呼ばれる乳白色の生地に上品な赤を主張とし、余白を生かした絵画的な文様を描いたものである。この種の時期は、初代種。 伊田柿衛門が発明したものとされているが、研究の進展により、この種の時期は、柿衛門個人の作品ではなく、明の解禁政策により、慶徳鎮の陶磁器を扱えなくなった非前平戸生まれの低政公が有田に、目をつけ、慶徳鎮の赤絵の技術を持ち込み有田の釜場で、総力を上げて生産されたものであることが分かっており、様式の差は、釜の違いではなく、 製造時期及び顧客層の違いであることが分かっている。17世紀後半には技術の進歩により純白に近い生地が作れるようになり余白を生かした柿絵門様式の時期は輸出用の最高級品として製造された。17世紀末頃からは金彩を交えた豪華絢爛な金卵酒も製造されるようになった。有田の金卵種は中国秋夜期の火星。 一万歴期の金乱子をモデルにしている関係から、サラテの名に、大民火星年制、大民一万歴年制とあるものが多いが、これは当時の陶器先進国中国製のイミテーションのために、デザインの一部として取り入れたものであると考えられている。また、17世紀末頃からハサミを中心に、焼きの部がかりを良くするための厚手の素地にコストを安く上げるために、 簡略化された、同じ文様を書き込んだ、ワン類を大量に生産した。安価で流通したこれらのワンは、当時出現して、人気を得た屋台でも、食器として使用された。当時の屋台が、クラワンカ、と客引きをしていたことから、ハサミ用で焼かれた安価な庶民向けの時期を、クラワンカワンと呼ぶ。一方、鍋島焼きは、日本国内向けに、幕府や、 大名などへの献上、贈答用の最高級品のみをもっぱら焼いていた、汎用である。鍋島藩の判明をかけた、贈答品であるだけに、採算を度外視し、最高の職人の最高の作品しか出回っていないが、時代を下るにつれて質はやや下がる。作品の大部分は、木杯系の皿で、日本風の図柄が完璧な技法で描かれている。 高台外部に串高台と呼ばれる縦島があるのが特徴。開始の時期は定かでないが、遠方年間には、大川内山に、繁栄が築かれている。当初、日本唯一の時期生産地であったこれらの窯には、鍋島藩が、皿役所と呼ばれた役所を設置し、職人の保護、育成に当たった。生産された時期は、藩が栓倍性により、 すべて買い取り、職人の生活は保障されていたが、技術が外部に漏れることを恐れた藩により完全に外界から隔離され、職人は一生外部に出ることはなく、外部から人が入ることも極めて稀であるという、極めて閉鎖的な社会が形成された。しかし、磁気生産は全国用行地の憧れであり、ついに1806年に、瀬戸の投稿、 加藤民吉が潜入に成功し、技術が漏洩する。以降、瀬戸でも、磁気生産が開始され、東日本の市場を徐々に奪われていく。江戸末期には、全国の地方用でも、瀬戸から得た技術により、磁気の生産が広まっていく。しかし、日本の磁気生産トップブランドとしての有田の名は、現在に至るまで色あせていない。また、江戸時代の有田焼きを一般的に、 小いまりと称する。磁気生産の先進国であった中国では明から、清への交代期の1656年に解禁令が出され、磁気の輸出が停止した。このような情勢を背景に、日本製の磁気が注目され、1647年には、中国商人によって、カンボジアにイマリ磁気が輸出され、1650年には初めて、オランダ東インド会社が、 イマリアキを購入し、ハノイに収めた。これによって、品質水準が確認され、1659年より、大量に、中東やヨーロッパへ輸出されるようになった。これら輸出品の中には、オランダ東インド会社の略号 VOC をそのまま、デザイン化したもの、17世紀末ヨーロッパで普及、流行が始まった、茶、コーヒー、チョコレートのためのセットものまでもあった。 こうして17世紀後半から18世紀初頭にかけて最盛期を迎えた有田の磁気生産であるが1684年の展開例などで軽徳地による生産輸出が再開され軌道に乗るにつれて厳しい競争にさらされることとなるまた江戸幕府が1715年に開発後し新例を制定し貿易の総量規制を行ったことから重量 体積の大きい陶磁器は公益品として魅力を失う。最終的には1757年にオランダ東インド会社に対する輸出は停止され、以降は日本国内向けの量産品に生産の主力を置くこととなる。今日の我々が骨董品店などで多く目にするのはこうした18世紀の生産品であることが多い。19世紀は 明治新政府の食産工業の推進役として各国で開催された万国博覧会に出品され外貨獲得に貢献する有田焼に期待が集まった。この輸出明治伊万里は第4の伊万里様式美として研究され確立されつつある。万国博覧会の伊万里と称される。酒、伊田右衛門家は鍋島焼における。 今泉今江門と共に21世紀までその家系と家業を伝えている。1982年に襲名した14代目は重要無形文化財色絵時期の保持者として各個認定されている。また、柿江門政党技術保存会が重要無形文化財柿江門の保持団体に認定されている。柿江門を襲名して戸籍名の変更まで行うが、 酒井田製は本名であり、着手総伝の伝統は変わっていない。14代目が2013年に没した後、2014年2月4日に、長男が15代目となる柿絵門となった。有田焼には酒、井田柿絵門が創始した伝統的な技術である、手書きと大量生産とコスト削減を目的とした、転写の技術が存在する。手書き作品は、 相対的に手間がかかり、作家の技量や個性が反映されるため美術品や陶芸作品として販売される場合が多い。転写作品は品そのものに対する価値は低いものの、価格が安い場合がある。また、一部を手書きで行い、他の部分を転写とする方法も行われている。すべての工程を手書きで行った作品は、総手書きと呼び、プリント印刷である転写と比較し、 完成まで時間が非常にかかる。しかし、一概に転写作品は値段が低いということもない。手書きと転写は手に持った手触りから簡単に見分けることができる。特に手書き作品では絵の具が隆起しており、作刀家の真髄を感じることができる。一方、転写作品は全体的にのっぺりとしており、滑らかな感触を味わうことで判断することが可能。 染付は、8時間から9時間、約900度の素焼き用での焼成工程の後、ゴスで、絵文様を描くものである。彩筆での輪郭描きと、文様を塗り込める、脳の工程とに分かれ、ダミは太いダミ筆を用いて、彩筆で描いた輪郭の内側の部分に、染付の濃淡をつける、職人技法である。染付の原料となるゴスは、江戸時代までは民から、 また、明治時代以降は、西洋からのコバルトを使う技術が用いられている。佐賀県有田町とドイツ連邦共和国のマイセン市は、17世紀に、日本から輸出されたコイマリア古い有田焼きが、ドレスデン博物館に多数保管されていたことが縁となり、1979年より、姉妹都市となっている。また、ロックバンドクイーンのフレディ・マーキュリーは、 今里リアを愛好していた。1967年10月に、有田焼き創業350周年を記念して、国民的歌手のミソラヒバが歌う豪華なご当地温度、有田音温度チロリン節が制作された。ありがとうございます。